タチアナ・マスラニーは、カナダ・サスカチュワン州レジャイナ出身の女優。タチアナ・マズラニーとも表記される。9歳の時に、ミュージカル、オリバーでデビューした。即興演劇で頭角を表した女優で、ジェネラルフード即興演劇やアノエティック・インプロブなどの劇団に在籍した。2004年のウルフマン・リターンズで、長編映画デビューした。2007年の、 ダイアリー・オブ・ザ・デッドでバス運転手のメアリー役で出演した。2010年のトイレットでは、モタイ・マサコ演じる祖母と暮らすことになる三兄弟の長女リサを演じた。2009年の主演作、クローン、アップ・ムービースターで2010年度、サンダンス映画祭のワールドシネマ・ドラマ部門の審査員特別賞を受賞している。2005年までは地元で活動していたがトロントに、 拠点を移し、2017年に、米国ロサンゼルスに渡った。2013年に始まった、カナダのケーブル局スペースと、BBC アメリカ制作の、オーハンブラック暴走遺伝子で、2016年第68回、エミー賞、プライムタイムエミー賞俳優賞、主演女優賞ドラマ部門受賞。カナダが制作した作品で、エミー賞の主要部門を受賞した。 最初のカナダ人俳優と報じられた。同作では他にも多数のノミネートを受け、受賞もしている。ありがとうございます。